昨日は諏訪、今日は山形、明日は美濃は、明後日モロッコ、帰って四谷。呼ばれればどこまでも。最強の脇役俳優亀岡拓司。ちょうど亀ちゃん昼間テレビで見たよ。あれってどんな役だっけ。ホームレスで流れ弾に当たってすぐ死ぬ役ですね。あまたの役をこなしてきた安田顕、待望の主役。そうだそうだ、泥棒の人だ。今年入ってもう7回目泥棒。顔は知ってるけど名前が出てこない、そんな脇役俳優。めっちゃすごいね。だってこの兄貴だって映画に奇跡を思うとこなんやから。よかったよ。猫ゾンビパニック神がかってましたよ。ろしくお願いします。独身37歳、金なし、女なし、お酒大好き、不器用な亀拓が恋をした。あー出戻りなの私、寂しいですよね。ねえ宇野くんさ、恋はしてる？俺結婚してるんです。あなた素人なの？伝えよう愛の言葉を。スペースですか？セニョール亀岡、今日は安住さんに。俳優亀岡拓司。